さんこんばんは、ロシファーです。ということでね、前回の続きからやっていきたいと思います。アンティルドーンでございます。怖いね。あら、地下あんまり行きたくないね。何か落ちてるってわけでもない。なんかあるわ。あるね。はい。出た。トーテム。なんか爆発する絵だね。また死のトーテムじゃん。ちょっと。そんなお亡くなり演出ばっかりやめて。怖いわ。だいぶ怖いねこれ。え、こっち行けないの？え、行けない。そう。もうまたこっち行かないと戻んねえのね。何もないじゃんこっち。で、地下に行くか他を探すか。他見よう。このまま地下は怖い。いや、見る場所もないのね。もうじゃあ地下だ。地下しかないんだ。あ、もうやだね。ちょっと怖いわ。あ、もう地下っていいことないでしょ。怖いね。じゃあ何もないのね。マップがないからすっごくやりにくいね。怖えな。あ、チェだな。何かある。開かない。鍵すごい。オッケー。いやいや、あ、これダメ。あ、これダメじゃん。嘘。まず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 。これが死のトーテムで見えてたやつか。見てる。あ、ループした。くそ、鍵が何なんだよ。マジで状況がどんどんヤバくなってないかこれ。じゃない。そっち。何なの。急にまたキャラ変わってるし。死んだなんて信じられない。俺だって信じられないさ。もしそれが勘違いだとしたら。え？事実かどうかナヤを確認すべきだったんじゃない？どうかな。もし確認してたら一生その光景と付き合うことになるかもしれないし。ええ、そうね。でも自分の目で確かめないとでしょ。俺は二人を信じる。よいしょ。斧のゲット。今度は何？鍵がかかってるよ。ドアを壊してくれる？おい待て、ドアなんか壊したら音で気づかれる。じゃあ他にいい案でもあるわけ？そうだな。あそこはほら、何？窓だ。すごいじゃない、リップクリームがやっとすり抜けられる狭さ。いいから。あなたがすり抜けるのは無理。じゃあ行ってきて。俺は
は無理だ。でも君なら。正気？あの小さな穴にねじこもったわけ？超細いジーンズはよく履いてるだろ。は？どういうこと？才能だよ。よく考えなさいよ、バカ。もしかして殺人鬼が窓の下で私たちを餌食にするために待ち構えてるかもでしょ。ああ、わかった。行くぞ。切りつけて。それから。さっさとやって。ちょっとなんで？やだよ。何？つくの？なんだよ。何があったの？マジかよこれ。数時間前までここにいたのに、ついさっきやられたのかも。一体何が起きてるって言うんだよ。殺人鬼の仕業よ。あいつがクリスタ・アシュリーを捕まえて上司を。俺たちがここを通るのも知ってるはずだ。ねえ、やめてよ。あれってそれほど遠くないよね。マットなら飛び乗れる？いくら俺でもあれは無理だ。嬉しいけどね。でもあなたが飛び乗れないんならどうすればいいわけ？わからないよ。何なの？もうここのもの全部壊されてる。これも全部計画のうちみたいだな。上？なんかあるっぽいから行ってみた方がいいのみたいだね。とりあえず武器だ。誰かが思いっきり暴れ回ったみたいだな。ただでさえボロかったのにこんなに荒らされるなんて。見てよ。見ろよ。なんかあるっぽい。ねえ勇者さん、ケーブルカーを動かしてここから脱出するってのはどう？どうやって？ここにもなんかある。絶対何かできることがあるはずよ。例えば。ガラクタだらけだけど使えるものがあるはずでしょ。鍵がいるんだ。最後の鍵もないしケーブルカーもない。これは振り出しだな。そういえばあの通信塔は地図で見つけたやつ。ああ。試してみるか。無線とか電話とか何かあるはず。ないとおかしいよね。多分ね。マット、無線のところまで行きましょう。じゃあまあまあ行こうか。そうか、無線を使えば助けを呼べる。誰かが信号をキャッチするかも。ああ、やっとルールに従うことを学んだんだ。何のルール？ルールって？ルールその1、エミリーはいつも正しい。ルールその2、エミリーが正しいんだから他はどうでもいい。あ、そう。なんて書いてある？有効的だ。あ、もう最悪。あ、すぐと。じゃあ全て正しいエミリーさんに従おう。何？どうしたの美人さん。逃げ道を探してるのよ、脳筋くん。早く行けよ。何なのこれ。完璧。ねえ降りてきて、ここから出られるわよ。危ない。大丈夫か？ありがとう。ねえ、先行ってくれる？私を守るために。ライトは？そうよ、落ち着いて。ライトは？
なんだかめまいがする。下を見るな。危ない。ああよかった、もう二度とやりたくない。同感だね。あんたが言ったんでしょ。とたまんねえわ。なんだこいつ。でどこに出んのこれ。まあまあね、サクッと行きたいね、サクッと。何が。無線よ。使えるって。でもダメだったら何か考えないと。なら、降りるとかどう。降りるって何を。山をだよ。本気で言ってるの。なんでだよ。空に浮かんでるわけじゃないし。そういう問題じゃない、真っ暗なんだよ。まあ降りたくはないけどさ。殺人鬼がそう簡単に諦めると思ってるの。いやでも。いやどういうこと。探してしばらく待つってのはどうかな。朝になれば少しは考えやすくなる。少なくともロッジはダメね。あそこは奴の思う壺よ。ちょっと何、もう穏やかな感が怖いよ。とりあえず何、止まんないよ、怖いから。なんか止まって待たれたらイベントあるみたいで怖いから。なんかあるね。なんだ。あートーテムダン。なんか助かるイメージが見えたね。ちょっとここどこ、道合ってんのあんた。大丈夫。いや大丈夫じゃない、行き止まりじゃんか。なんか壊れてる。足元に気をつけて。分かってるわよ、今夜の予定に雪だらけの崖から落ちて死ぬってイベントは全然入ってないし。何何何、今の何。何なのもう。トナカイさん、いやいやどうすんのこれ。機嫌悪いよ。あ、優雅にお風呂。いるじゃん。どんな爆音で聞いてんの。誰なの。ねえ何してんの。変態ごっこ。いやいや、これで服は最悪。服ひどくない。私の服取ったやつクリスマスプレゼントなしだから。こんなの面白くないからね、やりすぎ。靴下しか残ってないじゃん。よし、死んだ。怖い。時計。びっくりするわ。
で、服は。クリス、マイク、エミリー。どれもいない。ギブアップなんだけど、本当超面白かった。サムがタオル巻いて歩きました。じゃ、これでもう早く終わりにしようよ。いい？満足した？いやいや、服返して。もういいそれ。見た。もういい加減服を返してよ。それとも週末はずっとタオル巻いて過ごせって？じゃあタオルで私をビビらせようってなら、ほらこの通り。分かってるわ。誰かいる。ねえ、ちょっとみんな、私もうたくさんだから、だんまり決め込まれるの嬉しくないし。閉じ込められた。いや、サマンサ。何何。お探しかね。頑張って見回しても意味はないぞ、サマンサ。お前に見えるのは私が見せたいものだけだ。まだまだたくさん見せるものがある。どうなってるわけ。目を開けるんだ。ああ、嘘。どうだ、実に美しい。ねえ、何してんの。お風呂を楽しむことにさ。これから何が起こるのかを知る由もない。幸せなひとときを過ごせるのもこれが最後となるかもしれないな。私にこんなもの見せるの。なぜかって。ジャンシャン！これを見てどう？ちょっと。ジャンシャン！何をしたの？お前に10秒やろう。9、8。やめて！7。やめて！3。何何何？投げるよ。やめろ。鍵だって、鍵。飛び越える。怖っ。ない。怖っ。怖っ。逃げる。冗談でしょ。何なのよ。引っ張る。危ない。怖っ。怖っ。何？何なのあれ。っていうか死ぬよ。また怪我したじゃん。だけど更新。更新はいいんだけど。怖っ。なんだ、ついに出てきたよ、あのマスクマン。しれっと襲ってきたね。怖え。誰？逃げる。逃げるよ。失敗じゃん。
何吸わされたの？怖。ほら。なんか綺麗になった。面白かっただろう。よくやった。ゲームはうまくいっているようだね。そう。私たちはこれまで君の恐怖の原因を探ってきた。そして君はそれを間違ったことに使った。君が恐れているもの、死に対する恐怖。何としてでも彼らに苦痛を味わわせたかったがために。その結果がこれだ。どれ？びっくりした。びっくりしたわ。もうあの人あんなとこまで出てくんの？やめろ、こんなのあんまりだ。何をしたってんだ。どういうこと？嘘でしょ、早く逃げないと。もう何が起きてんだよ。殺人鬼がいて。こんなのおかしいよ、助けを呼びに行こう。誰？誰なの？やあサマンさん、お探しかね。他のみんなを探した方が。マイクとジェスはお楽しみ中だし、サムは行方不明。少なくともロッジにはいる。ごちゃごちゃ言ってないで行くわよ。見ろよ、通信塔だ。マット、今の何？死ぬかよ。あら、復讐。夜明けまで5時間。ちょっとどうすんの？とりあえず落ち着け。やっちゃったけど、あ、ダメじゃん。危ない。回り込もう、ここは。あ、まあ、間違えた。あー、ごめんなさい。そう、そんな間違えた。大変、どうしよう、どうしたらいいのよ。マットいなくなっちゃった。マットごめんなさい。誰か。やっちゃったよマット。マットもういない。マットごめん。失敗して死んじゃった。ごめんね。オーケー。いやあちょっと。ちょっとね、ミスっちゃったね。あ、あった。なになに。なんなの。人感センサーでもあんの？そんなマットがなんかなる絵なかったじゃん。多分本来はならなかったんでしょうね。
何？導きのトーテム。導かれてんのかね。わかんないけど。怖いわ。にしても怖いわ。ちょっと本当怖いって。あれトナカイやらない方が良かったの？もしかしてやっちゃダメなやつ？何もない。怖い。それっぽいね。こんなボロいはしご登るのも嫌だけどね。よいしょ。ただ登っていくだけっぽいね。とりあえず司令室まで行けるかな。もうここは安全でしょう。多分めちゃくちゃ寒いんだけど。そりゃそうでしょうね。そりゃそうでしょう。まだある。まだ登る。雪吹雪いてる時にこんなとこあんま外うろちょろしちゃダメなんだけどね、本当は。何？よいしょ。ちゃんとしっかり閉めて。やった。あ、嘘でしょ。そう、賢い選択だね。これで寒さも幾分かマシでしょう。何？ロッカー。あれ？かわいそうなハンナ、見つからなくて。ハンナ、ハンナの情報、ハンナの情報はいいんだけど。あ、もう通信機とか触れんの？探すと。でも電気がなきゃ。外しかないっぽいね。ちょっと武器が、あの人武器持って落ちちゃったから、こんなハリボテみたいなんで大丈夫なの？だから開けて。やった。信号だ。撃つ。誰か気づいてくれるといいけど、殺人鬼じゃない誰かが。撃っちゃった。助けを求めよう。しっかり。ここにあった、あった、ブレーカー。電気生きてる。何よりはマシ。はい。何かが出てきた。何？あ、ベスね。ベスね。いつでから止まってんの？
しもし、助けて。誰かいますね、そこにいるなら何か言ってください。助けがいるんです。どうぞどうぞ。あーもう、もしもし。あーよかったよかった、助けがいるんです。お願い。我々と接触を図っていますが、こちらブラックウッド軍のパークレンジャーです。信号がうまくキャッチできてません。ゆっくりはっきり話してください。どうぞ。お願いお願い、助けて。ブラックウッドさんに閉じ込められていて、殺人鬼がいて。聞こえますか？もう一度繰り返してください。あまりうまく聞き取れませんでした。誰か助けて、お願い。もしもし、名前だけでも教えてください。どうぞ。ちょっと従う従う従う、ここは従う。あ、私の名前はエミリー。もしもし。あまりよく聞こえません。繰り返してどうぞ。おい、私たちブラックウッドさんにいて殺人鬼に追われてて、そいつはすでに友達の一人を殺したの。誰かお願い、助けて。お願いよ。大丈夫なの？あら、聞こえてますよ。今いる場所を離れないでください。天候が回復し次第すぐそちらにヘリを送ります。どうぞ。え、いつになるの？夜明けです。早くてもね。長いよ。怖い。ちょっと。ちょっと嘘。火がそうでしょう。危ない怖い。見てないけど、降りてきたんじゃないのかな。私も見てないんだけど。はい、ということでね、ちょうど今回もお時間もちょうどいい時間かなと思うんで、この辺で終わりたいと思うんですけども、いやー、マイクでしたっけ、マイクじゃないや、なんかね、一人男性には悪いことをしてしまったような気がするんですけどね。まあね、気を取り直してね、引き続き頑張っていきたいと思います。なんでね、まあ、次回以降もね、まあまあ亡くなる方もいるかもしれないんですけども、まあまあ頑張って、ね、ストーリーの方進めていって、ちょっとね、でもこれ2周目やりたいね。2周目は誰も死なさずにやるとかね、なんかそんなミッションをつけながらやっていけたらいいかなと思います。ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとですね、ゼニがやっております、バイオハザード、姉さんがやっております、ムンソロチ3の方も順次公開していきますんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。